朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の労働党と国家軍隊の最高指導者、金正恩同志が、大元堂育苗場を現地指導しました。朝鮮労働党中央委員会のファン・リョンソ、ハン・グァンさん、張永恩の各同志が同行しました。金正恩委員長は出迎えの人たちと挨拶を交わした後、育苗場の各所を見ました。金正恩委員長は年産2000万本のまた一つの大規模な育苗場が見事に建てられたことに喜びを禁じ得ず、観音堂で膨大な工事を短期間に終え、この1年間育苗場運営の対策を十分講じて、苗木を安全に生産できる物質的技術的土台をしっかり築いたことを評価しました。そして豊かな山林資源や経済建設の貴重な元手だとし、道内のすべての山を黄金の山、天然の原料源に変えるための山林復旧戦闘で、兵器消耗も同じな育苗場を遠い先々も見劣りがしない万年体系の建築物に建てて、苗木を大々的に生産すべきだと述べました。また道で育苗場の各要素を労働党の崇高な意図通り、利益性と実用性が保障されるよう最高のレベルで建てたが、この過程を通して道の建設チームが強まり、技能工が増えただろう。この度重要建設チームから派遣された20人の技能工が施工したい気持ち、道内の建設者に技術練習もしたそうだが、これからこんな方式で各道の建設チームを整えるべきだ。私たちは今良い方式で極めて重要な問題を解決していると満足の意を表しました。金正恩委員長は育苗場を見事に作って、苗木を能力通り生産できないなら意味がないとし、苗木生産の科学化の水準をさらに高め、1年に2回生産するようにし、経済、観賞の価値が高く、道の気候風土に合う樹種の良い苗木をもっと多く生産し、山林造成で実益を得るようにすべきだと述べました。そして、育苗場の建設資材と仕上げ建材を基本的に道自らで生産して保証し、ポットの生産と種子の選別及び葉種に必要な設備を国家科学院をはじめ国内の関係機関が製作設置して満足すべき、誇るべき国産化の比重を保証したが、本当に気分が良い。苗木生産の科学化、工業化、集約化の水準が一段階高まった育苗場のモデルが作られた成果と経験に基づいて、各道で現在進んでいる育苗場の建設を早く終えるべきだ。科学技術普及室を通しての技術学習を正常に行い、育苗場の間に経験交換、遠隔教員システムを構築して、従業員の技術技能をさらに高め、先進的な苗木栽培技術を積極的に発展させ完成すべきだと述べました。金正恩委員長は管理庁舎と会議室、総合サービス施設と従業員の住宅も中央の建設チームが建設したものに劣らないほど見事に作ったと評価し、住宅を一つ建てても発展する時代にふさわしく、我が人民の目指す文明の高さに合わせて建てるべきだと述べました。金正恩委員長はこの日、育苗場の従業員である女隊軍人夫婦の家庭を訪問し、二人と懇談し、暮らし向きも温かく顧みました。金正恩委員長は、観音堂育苗場をとても満足げに見た。党の呼びかけを先頭に立って決死の覚悟で実行し、党の政策実行に奮い立つ観音堂の人たちの闘争気風と精神が確かに違う。全てが足りなく困難な条件でも、これほど立派な育苗場を建設するのが言うほど優しいことではないが、本当に感服する。党の政策実行で誰よりも先頭に立つ観音堂等には仕事を任せる甲斐があり、一つでももっとやろうとアクセクと働く観音堂の人たちを一つでももっと助けたい。
と述べ、バーマ経済に切実な問題を即座で解決してやる恩情を施しました。金正恩委員長は、我が祖国の発展と飛躍の原動力は自力更生と自給自足の精神だ。全党がこの旗を高く掲げ、カンウォン道の人たちのように粘り強く奮闘すべきだ。三輪復旧は偉大な金日成主席と偉大な金正恩総書記の意向を実行し、次の世代に万年大計の富を譲り渡すためのこの上なく崇高な愛国事業だ。目下の最も重要で優先的な政策的課題とし、全党全国家的な力を集中して引き続き推進すべきだと述べました。金正恩委員長は、カンウォン道育病場の従業員が三輪復旧戦闘の選定、直接的な担当者だとの責任感を胸に、難易の生産を高いレベルで正常化し、国中を森のように公園のように作ることに寄与する者との期待を表し、共に記念写真を撮りました。偉大な金日成主席の逝去24周年に際して、敬愛する最高指導者、金正恩委員長の普及の施策、金正恩的愛国主義を具現して、不況な祖国の建設を推し進めようが、ロシアのラジオソフト出版社から出版され、出版記念会がありました。また、朝鮮民主主義人民共和国創建70周年に際して、金正恩委員長の普及の施策、民族遺産保護事業は我が民族の歴史と伝統を輝かせる愛国事業であるが、シリアのグローバル出版社から出版され、出版記念会が行われました。朝鮮民主主義人民共和国創建70周年記念エチオピア準備委員会がアディスアベバで発足しました。準備委員会は7月21日から9月11日までを記念期間とし、その間、多彩な行事を催すことにしました。各国で偉大な金日成主席の逝去24周年の催しがありました。カンボジア、モンゴル、イラン、ルーマニア、ギニア、赤道ギニア、ナイジェリア、ベナン、エジプトで主席の業績についての討論会と主席をしのぶ集い、解読会、図書写真展があり、各界の人のほか市民多数が参加しました。催しで発言した人たちは、金日成主席は世界にまたといない政治元老だ。主席はこの上なく謙虚で優しく、質素で偉大な方だった。主席は自主と独立、進歩を目指す国の人々の戦いを極力援助し、世界の自主開業に不滅の貢献をしたと述べました。祖孫で四分港放流漁業事業所が新築され、21日、その竣工式がありました。祖孫労働と平安南道委員会、キム・ドイル委員長と関係者が、事業所の従業員、建設者と共に出席し、ケチェン市内の勤労者が集いました。四分港半の自然風地とマッチして建てられたユニークな趣の事業所には、総合指令室、孵化室、屋外の養魚池が商社に作られ、科学技術普及室などもそろっています。竣工式の後、高麗結魚など数十万尾の稚魚が湖に放流されました。共和国の人民経済の各部門で成果が挙げられています。機械工業部門の技術者労働者は今年に入って、機械設備の性能改善、新型の機械設備の設計・製作における数十件の科学技術上の問題を解決しました。成果工業部門でも集団的技術革新運動を力強く展開して、上半期に人民の好みに合う良質で見栄えの良い数百種の新製品を開発しました。水産部門では新技術を導入して、漁労と各種の業務の生産、船舶修理、海面や河川養殖などで成果を収めています。また平安北道の新義樹市種苗事業所では、従業員皆が知恵と力を合わせて稚魚の年間生産計画を上回って達成しました。共和国のムンピョン製錬所の労働者技術者が
金属工業の国産化に励んで、国内の実情に応じた鉛精錬工程を構築しました。精錬所では、人皆は創意工夫を凝らして、鉛精錬系統に国内の技術による回転焙焼炉法を新たに導入し、生産を増やしています。新築の鉛精錬工程は従来と違ってコークスを全く使わず、省力、省エネで精錬の実習率を大幅に高めることができます。共和国各地の大学で科学研究に励んで成果を上げています。キムヒョンジク西安大学では20件のバーチャルリアリティ教授法を完成し、キムチュール中西安大学では教員が短時間に教授内容を学生に分かりやすく教えることのできる教育設備を製作しました。キム・ジェオン・ヘジュ農業大学では、10余りの効能の高い生物農薬と、能率的な農業機械を開発しました。7月と8月はマリンスポーツ月間にちなんで、平壌市内の学校でマリンスポーツを活発に行っています。毎年行われるジョン・エミネ賞全国青少年スポーツ競技大会水泳競技で好成績を取っているマンギョンデ区域パルゴル初級中学校とチュン区域トンホン初級中学校では、水泳場の運営や水泳教育を綿密に行って、生徒たちがいかなる条件下でも上手に泳げ英気を養うようにしています。テソン区域、旅面初級中学校をはじめ、市内各地の初級中学校でも、マリンスポーツ月間に水泳教育を着実に行っています。ソンギョ区域、ナムシン小学校、ポトンガン区域、セゴリ小学校など、市内の多くの小学校でも、子どもの年齢と心理に合わせて、水泳競技をしばしば行っています。在日本朝鮮社会科学者協会第21回大会が10月、東京の総連朝鮮大学校で開かれました。在日本朝鮮社会科学者協会中央常任理事会李恩素会長をはじめ、大議員が出席しました。大会では、在日本朝鮮人総連合会第24回全体大会に贈られた、敬愛する最高指導者、金正恩委員長の祝賀文が読み上げられました。また、朝鮮民主主義人民共和国社会科学院からの祝電が紹介され、基調演説に次いで決意の表明がありました。大会では、大日本朝鮮社会科学者協会中央常任理事会会長に李恩素さんが再選されました。大会では、金正恩委員長に送る手紙が読み上げられました。南朝鮮のインターネットメディア自主時報によりますと、民主共同行動と戦争反対平和実現国民行動、我が民族一つになる運動本部が17日、ソウルの国防省前で記者会見を開き、軍事分野での赤兵である日本との軍事情報保護協定の破棄を求めました。各団体は会見文を通して、パンムンジョム宣言の履行のため、まず生産すべき軍事分野での赤兵は、日本との軍事情報保護協定だと主張し、その協定締結の不当さを知らせる全国民署名運動を展開すると明言しました。南朝鮮の MBC 放送によりますと、20日、ソウル中央地方裁判所は、パククンヒに汚職の疑いで懲役8年をまたもや言い渡しました。裁判所は、情報院から特殊活動費を受けた疑いで懲役6年と追徴金を、元セヌリ党の公認候補推薦に介入した疑いで懲役2年を言い渡しました。すでに一審で国政籠絡事件による懲役24年と罰金刑を言い渡された状態で、これまで合わせれば、パククンヒの量刑は32年になります。以上でニュースを終わります。担当は、カムソン氏、チョジョンイルでした。こちらは、朝鮮の声放送です。
日の歌はいつまでも。7月27日は朝鮮人民にとって国の尊厳と自主権を守り抜いた歴史的な勝利の日です。この日を迎えて朝鮮人民は誇り高く歌う我らは勝利したこの歌が7月の空に響き渡っています。の自由と独立のために多くの孤児と空と海で愛する祖国を勇敢に守り敵を打ち退けて我らは勝利した。振り返ってみますと1950年代初頭にあった3年間の祖国解放戦争は朝鮮人民にとって生死と賛同の期となる最も厳しい苦労の日々でした。社会科学院の研究室主任キム・ジョンチョルさんのお話です。그때갓창건된우리공화국은수적기술적우세를자랑하는帝国主義연합勢力が真っ青さを占め、創建されたばかりの共和国は、核と技術の面での優勢を自慢する帝国主義連合勢力と立ち向かって戦わなければなりませんでした。世界の多くの人々が、著存の運命に憂いを抱きました。しかし、百戦百勝の鋼鉄の総帥、金日成主席に導かれる著存の軍隊と人民は、必勝の信念を持って、苛烈で厳しい試練を英雄精神で乗り切り、帝国主義者に恥ずべき惨敗を被らせ、輝かしい勝利を成し遂げました。朝鮮人民は戦争初期にすでに勝利した戦争をしているという自信と楽観に満ちていました。戦争最中の1940年、1951年、朝鮮では偉大な金日成主席の構想と指導のもとに平壌市復興建設の総計画が作成され、1941年、1952年5月には戦後の平壌市復興建設の展望を見せる展覧会が開かれました。壮大に立ち上がる平壌市の全景、都心の軽視性模型と住宅、公共施設の設計図案を見て、皆の思いは勝利の空へと馳せました。また前線で戦っていた大学の教員と大学生たちが奇跡の命令を受けて学業に復帰し、戦時の厳しい環境下でも北条大学が創設されました。これは苛烈極まる戦争の厳しい環境の中で戦争の勝利と戦後の復興建設を科学的に予見した世界の戦争史上類例を見ない措置でした。輝かしい勝利の旗をはためかせ、英明なる史跡の意を対して未来の明るい建設のために進もう、未来の明るい建設のために進もう。戦争勝利のその日から歳月は遠く流れましたが、朝鮮人民の誇らしい伝統、勝利の伝統は絶えることなく今に受け継がれています。歴史にかつてない試練と難関を克服し、共和国は政治思想の強国、軍事強国の地位を確固と占めました。敬愛する最高指導者金正恩委員長の周りに固く結集し、全世代が成し遂げた勝利の遺訓をさらに輝かせていくのは朝鮮人民の揺るぎない意志です。我らは勝利した。この歌は偉大な勝利の歴史を刻み、
金正恩委員長の導きについて、堺市に強国建設の最終的勝利を目指して力強く前進する祖孫人民を励まし、今日も明日も永遠に高らかに響き渡るでしょう。勝利の歌はいつまでも、高台してお話しました。人民の利益を最優先絶対視する、人民を尊重して人民の運命を守り、人民の利益と便宜を最優先絶対視するのを鉄則としなければならない。これは敬愛する最高指導者金正恩委員長の崇高な意志です。平壌のチャンチョン道路完成を前にした701年2012年5月、金正恩委員長が現地に出向いてサービス施設の建設の具合について詳しく見聞きしました。金正恩委員長はある食堂の椅子に座ってみて、その椅子が人民の便宜を図って作られていないことに気づきました。それで設計部門の人に椅子に座ってみるようにと言いました。その人が座ってみると、やはり直角になった椅子は安定感に、必要以上に高い背もたれは座席の人たちが気楽に話し合えるにも不便でした。その座り方をいろいろな面で詳しく観察した金正恩委員長は、その椅子に背をもたれるためには直角で座るべきだが、そのように座って安らかに食事をとることもできるからでした。関係者たちはいつも人民の便宜をまず考える正しい観点を持つべきだと言いました。その言葉に周りの人たちは視線の面に駆られました。ついで喫茶店に入った金正恩委員長は長椅子に座ってみて、ここの椅子は便利に作られている、このように座り心地の良い椅子に腰掛けて食事をすれば気分も良く食べ物も美味しいだろうと言って喜びました。その後の8月、オープンを控えた三条花木食堂を訪れた金正恩委員長は、人民が求めるもの、その好みを把握してサービスすることについて教えました。三条花木食堂の責任者チャン・ソンスクさんのお話です。우리三条花木食堂의구호자에게중요한최고领導者として三条花木食堂のどこにも金正恩委員長の熱い思いやりが宿っています。どこへ行っても人民が何をまとめ、何を好んでいるのかを把握してサービスすることについて教えました。人民が使うものなら誰一つ見過ごすことがなく、人民の利益と便宜を最優先絶対視する金正恩委員長の偉大な人民愛、人民尊重の思いは深くも深いものです。私たちサービス担当者は、人誰もが喜んで訪ねる評判の食堂、人民の笑い声が絶えない人民の食堂に作るため精一杯働くつもりです。人民の利益を最優先絶対視する、高台市でお話ししました。